大阪市立千本小学校は大阪府大阪市西成区にある公立小学校。学校名はかつて高国西川に広がっていた松林が千本松と呼ばれていたことから取られた。2006年には大阪市教育委員会の学校運動場の芝生化モデル事業実施校に指定され運動場の芝生化に取り組んでいる。当時の西成群生出町は大正時代 大阪市に連なる住宅地として人口が急増した。これに伴い地域の児童数も増加し、学校増設の必要に迫られた。地域の児童数増加を背景に、玉出町で3番目の小学校、西成群多摩出第3尋常高等小学校が開校することになった。玉出第3小学校は1920年9月1日、西成群玉で町821番地に創立した。 開校の際、従来の玉で尋常高等小学校にあった高等科を玉で第三小学校に移管し尋常科と高等科を併設する小学校として開校した。1934年9月21日の室戸台風では木造校舎が倒壊し、児童の死亡者9人、重軽傷者84人、職員の重傷者3人という大きな被害を受けた。この被害は、 西成区内の小学校では最悪の被害となった。室戸台風では大阪市全域で小学校木造校舎の被害が甚大だったため復旧の際には鉄筋コンクリート校舎での復旧を進めた。これに伴いだまで第三小学校でも鉄筋コンクリート校舎が導入されている。1941年には 国民学校令により大阪市専門国民学校に改称した。国民学校への改称の際、大阪市では創立順の番号で命名されていた学校名についてはこれを廃止し、学校所在地の地名などを取り入れた校名へと変更する方針が出された。この際に西成区内の学校でも旧町村名創立順の番号方式で命名されていた小学校名が、 一斉に変更された。玉出第三人上高等小学校は千本国民学校へと校名変更した。校名は高区西側の千本松から取られ、同校高区も千本と呼ばれるようになった。1943年には大阪市内の国民学校高等課について1、行政区あたり1から2校の高等課、単独国民学校に集約する方針を取ったことに、伴い、 高等科を新設の高等科単独国民学校、大阪市西小浜国民学校に移管し、千本校は初等科単独となった。西成区南部については、当時千本国民学校と東小浜国民学校に設置されていた高等科を統合し、小浜に高知を求めて西小浜国民学校を新設した。なお西小浜国民学校は1947年の 学生改革で廃校となり、跡地は大阪市立住吉第一中学校として転用されている。太平洋戦争の選挙区悪化により、1944年より学童集団疎開が実施されることになった。大阪市では、各行政区ごとに疎開先の地域が割り当てられ、西成区の小学校には、和歌山県及び大阪府南部が疎開先として指定された。 千本国民学校では九百四十四年九月九日より三年生以上の児童を対象に和歌山県海藻郡辰見村、亀川村、安原村への疎開を実施した。集団疎開は終戦後の九百四十五年十月十九日まで続いた。九百四十五年三月十三日から翌十四日未明の第一次大阪大空襲及び 同年6月15日の第四次大阪大空襲の二度にわたって校舎に被害を受け、それぞれ木造校舎が全焼している。1947年の学生改革により、大阪市立専門小学校へと改称した。ありがとうございます。